10月の23日日曜日、食亭鶴瓶でございます。今週はですね、もう絶好調、話題がもう満載の人たちでございまして、ムード歌謡コーラスグループの純烈でございます。初めてこうやってちゃんとインタビューするんですけどね、はい。リーダーの酒井和義さんと、そして小田井良平さんでございます。どうもよろしくお願いします。いやお願いします。この二人も関西なんですよ、調べたらね、こっちも。だからまあイントネーションは多分関西だと思ってたんやけど、はい、関西やと分からんようになんか暮らしてたみたいな感じだよね。いや、そんなことないです。ファンの人はみんな知ってあるやん。はいはい。小田井さんの喋り方はそうやけど、その、酒井さんは関西ちゃうんかなと思ったよ。吹田生まれで、3歳で父が会社員で東京なんですよ。ああ。そうでしょ？で、夏休みだけ関西に帰って、で、両親は関西人なので、大阪弁なんですけど、家に帰ると大阪弁で、学校行くと標準語っていう育ちになっちゃいます。そうしないとな。そうで、僕はもう大学まで本当にリアルに関西にいましたんで、基本的にはもうベースは関西弁なんですよ、やっぱり。はい。で、ちょ、5年ぐらい仙台行ったんで、途中ちょっと東北弁混じってましたけど。はい。やっぱ東北弁になる？なります。行ったらなります。今日は純烈のお二人。はい。お越しでございます。はい、ありがとうございます。今やもうなんて言うと純烈ですから。いや、純烈が出だして、で、まあ、僕ら紅白に出た時に、まあ、初めて知ったんやけど、はい、この人ら、そんな人気あんのって、ね。そうですよね。あんまりそれはそんなテレビが出てるって感じじゃないですか。いや、もう全然もうずっと健康センターの、その、大広間で、こそこそやってた、うん。そういうところがやっぱり、徐々に話題になってきて、あの健康センターで、だんだんやってるっていうのは、ね。いやいや、だからそこから登っていくのは大変やで。すごい。で、もともとっていうのは、純烈を酒井さんが組もうというふうなことになって。はい、酒井さんが言うた。そうです、そうです、そうです。先見の目あんな。いや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 、2007年に、映画で怪我して、足首もう全部ボロボロに折れて、複雑骨折や、救急搬送されて、そしたらお医者さんが、もう酒井さん、リハビリ頑張ってすぐ手術するけど、今までの思うような感じで歩けないかもしれませんっていう感じのことを、もう初日いきなり言われて、で、まあそっから入院なんですけど、たまたま流行ってる病院で1週間折れたまま、背中にモルフィネ打って待たされたんですよ。いや、で、こう寝ると、夢に前川清さん出てくるっていう。それがすごいです、ね。それがすごいんですよ。僕、ここだけはどうしても説明できないですわ。で、もうこう、寝ては前川清さん、寝ては前川清さん。寝ては前川さん。はい、前川さん。で、すごいです、ね。別にクールファイブ大好きとか。もちろん、ちっちゃい頃、昭和。嫌いじゃないけど、ええなとは思うけど、はい、そんな前川さんが出てくるってね。そうなんです。子供の頃に、その、光源氏見ようと思って、演歌の方とかも、トップ10入ってるじゃないですか。だから、こう、スモークで、こう、長崎は今日も雨だった歌ってる若い頃の前川さんで。で、なんかお告げかいなって、だんだん、あまりにも出てくるんで。で、まあ、その、ある日、その、自分の歩けないって言われた診断と、前川さんがあまりにも出てくるんで考えたときに、一歩も歩いてへんなってなって、で、じゃあ、つったけど、自分が前川さんみたいに歌えるわけないし、っていう風になって、じゃあなんでこんな夢出てくんねんって思ったときに、奥の方でわわわわって言ってるお父さん方を思い出して、あ、俺こっちなろうって言って、前川清探さなあかんっていうので、電話帳バーっと見て、あ、そうやって思いついたのが、今リードやってる白川で。あの人はよう、ちゃんと歌ったはったんだよ、ほんまに。あの人も、僕らと一緒それまではやってた。この人仮面ライダー、小田井さんやってて、僕なんとかレンジャーやってて、白川もなんとかレンジャーで、こう、つながりはあって。要するに戦隊ものの、はい、役者さんそうです。はい、はい。そんな人が歌やってないのに。カラオケ行ったことあったんですよ。一回だけ。で、その時に、尾崎豊さんとかチューブ歌うんですけど、いかんせんあの声なんで、お前うまいけどなんか変やわっていう、歌謡曲とか変か歌ったらどうっていうのは、その時言ったことを覚えてて、で、あいつに連絡しようって言って。お菓子を回れるのじゃあ、いや、もう本当に、まあ、ちょっと、何を言ってんねん、そうですよね。だって普通亡くなった人が出てこないと分かりますよね。そうそう。生きてる方は出てこないですよね、なかなかね。だからまあ、小田井さんもそうですけど。生き量やん、そんな。ファミレス呼び出して。で、呼び出した。あ、そうです。小田井さん、何やった？いや、僕、その、なんか、最初言われた時は一回断ったんですよ、僕。やっぱりその、まあ、その夢に前川さん出てきたみたいな話は、最初は知らないですけど、いきなりムード歌謡を、
作ってグループでやりていきたいと、でまあつきましてはそのデビューが2ヶ月後に決まってて、で何人2年後にはなんかとにかく2だったんですけど、2年後には紅白出る予定にでいますみたいな話だったんですけど、そのなんか根拠が全くない話やったから、これ何を根拠に言ってんのかよくわからへんし、で骨折っておかしになったら、いやそうですそうです、この骨折ですそうです、で僕もう30半ばだったんで、でその要するにグループやるにあたって、今やってる仕事を一旦全部やめてくださいって言われたんですよ。要するにグループ活動に集中。で、俺もさすがにそのゼロからの挑戦で歌やったことないのに、2ヶ月後にデビューとかできるわけないやんと思ってるから、いやそれもちょっと2ヶ月後デビューはもう決まってんの？いや、決まってない。いや、これはもう俺の頭の中で決まってるだけの話で。だから、それで一回お断りしたんですよ。それはお断りするんですよ。ただ、当時ね、僕らがその仮面ライダーやった卒業後の話ですよね。やっぱりその、イケメン俳優、若手の俳優さんがすごい出てきた時代で、それこそ仮面ライダー戦隊も毎年出てくるじゃないですか。いろんな人プラス、テニスの王子様のミュージカルが始まって、で、今度は舞台の方からも若手がどんどん入ってくる時代になって。それこそ斉藤匠くんとか、そうです、そうです。城田優くんとか、あの辺とかもそう。あれもみんなそうなんですね。で、割には僕年齢いってたので、で、並びで仕事してるのが正直しんどかったんですよ。なるほどね。ちょっと先輩とか、上司の役とかやりたかったんです。なかなかそういうふうにいかなくて、悩んでたら悩んでたんですよ。で、たまたまその時、亡くなった新宿コマ劇場の前を稽古帰り通ってて、そしたら北島三郎さんの座長公演のポスター見つけたんですよ。そしたら、一部お芝居、二部歌謡ショーみたいなの書いてあるじゃないですか。あれ演歌歌謡ってお芝居も歌も両方できんねんってその時思ってしまって、あだったら役者やってんのも意味あるかもしれんと思って、とりあえず紅白とかデビューとか置いといて、それを目標にやったらやれるかもしれないと思って乗っかったんです。おそれ聞いたと嬉しかったよ。嬉しかったです。乗っかりよったと。乗っかりよったです。お釣れた釣れたっていう、はい、こことは仲良かったのと。一回だけ。先輩でしょ。年齢が先輩なだけで、芸歴はこっちの方がはるかに上です。僕も子役からやってて。あ、そうなんですか。暴れ発着って昔の番組だった。はいはいはい、あれの主人公をやってて。あ、そうなんですか。今年40年目ぐらいになっちゃってて。だからなんか。暴れ発着ですか。そういう意味では、そのなんか、ちっちゃい頃からやってつるし、芸能界のこと詳しいから、なんか、こう、面白いこと言う人やっていう認識は役者さんの中でもあったので、まあ、今回は乗っかっていただいたっていう感じで、まあでも乗っかってからよくここまでついてきていただいたなっていう思いの方がやっぱ僕は強いんですけど。ね、乗っかったら乗っかっていきゃ、いやもうやめんねやろ。ああ、今年の話ですか。そうや、卒業の話ですか。うん、あ、やめんねや。僕は定期的に自分がやっていくことをぶっ壊したくなるところもちょっとあったりするんですけど、ただあれなんですよ。もう50過ぎて今の純烈の今のこうスケジュールというか、やっぱ地方公演多いんですよ。で、大体2回公演ですよ。で、移動ももうめちゃくちゃ多いので、なんかね、2年前ぐらいからやっぱちょっと体力的にしんどくなってきて、で、まだ僕50今1なんですけど、一番下のメンバーまだ35なんですよ。僕が純烈始めた年なんで、まだ。だからちょっとこの年齢の差の開きを最近感じ始めてて、ちょっと足引っ張るの嫌やなって思い始めてきたのと、あととはいえまだまだ元気なので、そうやん、元気なうちに次のことなんかやるのもええかなと思って。いや、これはまあ純烈にとってもええねんけども、俺もちょうど50過ぎで落語やりだしたんですよ。あ、そうですか。あの、まあもちろんやってたけどちゃんとやりだして、それでまあ今に至るんですけど、だからもう20年はね。でもなんか新しいことっていうのはやっぱ50過ぎてからやるのもいいよ。そうですかね。僕だから40代後半の時ぐらいから、純烈が突然解散っていうのをちょっと恐れ始めてきたんですよ。まあグループってわからないじゃないですか、先々のことって。仮にずっと続けてて、例えば60ぐらいで自分が明日解散ですって言われたら、俺60から新しいことできへんなと思って、解散が一番怖くて、だから今のうちが一番ええかなっていう判断だったんです。めっちゃわかるな、それは。でも、自分で判断したいからいいわね。そうですね、はい。まあ、だから最初って結構長いじゃないですか、ちゃんとデビューするまで。あ、そうですね。いや、だったら結局2ヶ月でデビューなんてできるわけないんですよ。2年半かかりまして。それはかかるって、そんなもん。やっぱり仮面ライダー。いやいや、2年半でもかかって、ここまでこのになって。
ありえないよ。いや、その後あるんですか？いや、ほんまそう思います。あんの？ユニバーサルから出て、そこでユニバーサルがちょっとまた違うところに、今度クラウンに行くんですけど、はい、それだって大体3年ぐらいあるんですもんね。そうですね。それもずっとだって。デビュー2010年なんですけど、2011年に東日本の大震災があって、うん、で、もう行くぞっていう時に、やっぱり地震で、あの時自粛ムードっていうので、そうですね、もうキャンペーンも何もできずで、で、首で。で、どうするって。首になったの？はい、首です。そうなんです。あの、我々、多分、あの、レコード会社的には、あの、契約が1年更新の契約なんですよ。だから、その年の売り上げ成績が良くないと、ちょっと審議にかけられてしまうんですよね。はい。まあ、それで、まあ、今の日本クラウンが拾っていただいたんですけど、でも最初、スタジオで2年半、あの、デビュー決まる前に、いろんなレコード会社来ていただいたんですけど、やっぱり、歌ってしんどいわ。あかんやろって言ってみんな帰っていって。でもね、でもこれクビになった時、はい、俺は内心終わったーと思いましたよね。いや、そう。終わったなーと思いましたよ。いや、だからそれで、クビになった時で。いや、もう本当、青天の霹靂ってほんまにこういうことやと思いましたもんね。あの、ましてその自粛ムードだったから世の中が、這い上がる術が当時わからないわけですよ、うん。新しいことやるって言ったって、もう新しいこと初めて結果で2年でクビて、デビューもしたはええけど、これどうしようと思って。ですよね。そうなんです。で、役者の仕事ももう止めてたから。デビューはクラウンから、どっからしたん、まあ、ユニバーサルです。最初はユニバーサルでした。で、一回クビになって、はい、で、クラウンになって、うん、はい、そっからだって、あの、今まで行くのに結構かかってますよね。そうですね。そうですね。あれが2013年。心折れへんかった。もう、お前やめとけ。お前の意味おかしかったんやん。生活的には大丈夫だったんですか、そこは。ただ、唯一救いだったのが、その、契約は切られたんですけど、で、結局的に契約切られても、例えばレコード会社に所属してなくても、仕事があればお金は入ってくるじゃないですか。で、その段階で、なんとなくその、まあ、まだ当時僕らキャバレーとかだったですけど。何人で ?6 人です、その時。6人組だったんで。で、6人でキャバレーの仕事はやってたんですよ。これ仕事ゼロだったら多分辞めてたんですけど。だからまあ、あの、当時、白川、リードボーカルと小田井さんは給料制の俳優やったんですね。あの、ちゃんとお金もらってる人たちだったんで、それを事務所も辞めて、純烈やってくれって引っこ抜くってことは、やっぱり家賃あるし、携帯代とかいろいろね、あるっていうんで、僕の持ってるギャラを二人にまず渡すと。で、俺は奥さんに、子供も生まれたてやけど、ごめん、あの、創業者なんで、ちょっと耐えてくれって言って、うちの奥さんは義理の母に、もうずっとこう、くっついてスーパー、行って買い物して。で、義理の姉が買うやつ出して持ってたりしたそうです、そうです。悲しい悲しいほんで、残りの4人のメンバーには、あの、おひねりもらった時に分けると。二人はおひねりはもらわないっていう形。で、俺もゼロやから、とにかく盛り立てよっつって、みんなバイトしながらでやったんですよ。で、やっぱりこう、バイトを2つ3つ掛け持ちするんで、こう、パッて横見たら、わわわわって言いながら寝てるんですよ、ね。だから純烈の現場が一番寝る場になっちゃってて、これあかんっていうので、2015年とか16年ぐらいに、初めて全員が一律15万、14万ぐらいかな、手取り。あの純烈にだけ集中できるっていう環境がようやく整って、だからそれまではもうみんないろんなことを考えながら。結構年数かかってますね。かかりましたね。はい。今日はダチョウ倶楽部と一緒に曲を出した、話題満載の人気ムード歌謡コーラスグループ純烈酒井和義さんと小田井良平さんが、ゲストです。でそっから紅白まだ出てないでしょ。そうですね、2015、6、7でホップステップジャンプで出るぞって言って、その最初の行くぞっていうホップの年に深夜番組の方が、うん、取材に来てくださって、でそのずっともう純烈のそのなんていうのかな、ご飯とか食べるところでやってるところは満杯やったんです、うん、でも健康センターの外出たら、うん、静かなんで、うん、誰もこうおじいちゃんおばあちゃんも口コミせず、うん、ここだけで盛り上がってたんですけど、そこにテレビが入って放送されてからもうマネージャーの電話がずっと情報番組、うん、ワイドショー、もう全国もう2年半止まらなかったですね。必ずカメラがある状況で。素晴らしいですね。はい、そっから広がっていきました。そういうふうな時によくでもこの目標をね、はい、4つ ?3 つ目標をまず親孝行して、はい、で、紅白出て、はい、
で47都道府県にで歌うと、はい、で最近になって日本武道館でコンサートやると、はい、この4つの目標をですね立ててんですよ。もう言うのただなんで、あ言うとこうみたいな。でもこれで3つはちゃんとやってるわけでしょ。3つ何やの。だから親孝行でしょ、親孝行、幸福博出演、それから47都道府県で歌うと、あとでも日本武道館っていうのは2024年っつってますよね、はい、あれもね実はもうちょっと言うてるだけなところがあって、あの要は紅白を達成してなんかこうふわっとしてるんですね客席も、こうこっから何を目標にやっていくみたいな、ね、じゃあちょっとなんか言うとくかっていうので、いやいやできるよそれ、はいはい、まあ、最悪じゃないですか。だから僕はもう24年なので僕はもう新しいメンバーになってるんであれですけど、で僕はもう無責任なこと言えますけど、もう最悪ダメなら、そう、山梨かどっかの武道館かどっかでやっていただきたい。武道館やね。武道館やね。いろんなところに武道館って。絶対無責任やで、それ。なあ。今まで一緒にやってきた人と思われへん。だから、ほんまに。最低やで、それは。本当にね、もうね、リリッコと結婚して安定したのがね、やっぱもう全てやと思う。でも、僕は、やっぱり小田井さんを誘って、ずっとリリッコさんと出会うまで思ってたのは、うわこの小田井さん俺誘って、ずっと頑張ってもらってんやけど、もし純烈誘えへんかったら、もっと早く結婚してね、こんだけイケメンやのに、俺根拠を暮らしてるわ、ってのもあったし。だからまあ、今回純烈も、本当にめでたく卒業っていう感じで、僕らも、よかったよかったっていう感じなんですけど、やっぱりリリコさんと一緒にいれる時間も増えるやろしっていう、ね。リリコも喜んでんの、それ。そうですね。もうほとんど、だから結婚してからね、夫婦で一緒にご飯食べた時間とかほとんどなくて、ほとんど僕はもう出てるので、なんかまあそういうのもちょっとあって。うん、いやいや、でも顔はもう完全に知られたからね。そうですね。世間に歩いてても知られて、この二人知られてるやん。うん、いや、親はどないってんの、自分とこの親は。いや、親はね、親はやめとき、純烈いとき。親はもう正直やめてほしくなかったみたいですね。特に母親が。世代がそうやもん。そうなんです。父親は、もうそもそも自分が会社勤めしてたのをやめて自営でやってる人なので、うんうんうん、自分のやりたい道がそれやったら行けって感じなんですけど、母親は、もう、やっと、見つけたやん、ちゃんと落ち着く場所見つけてくれたり、結婚もして、やっとホッとした時にあんた卒業ってっていきなり始まって、うん、延々電話で説教されたんですけど、いや、分からへんわな、女。そうなんですよ。女の人は分からへん。男同士はね、あ、分かった分かった。ね、俺もこう聞かないと、はい、揉めたんかいなと思うやん。ああ、なるほどなるほど。じゃあみんな揉めたんかいなとか思われるやんか。はいはいはい。ね、で花から金で苦労してんのに揉めるわけあれ。はい。今どないなって。そりゃそうですね。はい。で、そんなん揉めるわけがないのに、やっぱ。はい、で、男同士はそんなんもあっさりしてるやんか。そうですね。で、誘ったんやし、分かったと。いうのうまいこと言ってんねん。それは分かっただけでもいいよね。そうですね。だから母親にもさっき言ったような話を全部事情説明した上で、まあ、正直一番下のメンバーとの年齢差がもう15以上離れてるのに、うん、このままずっといることは、彼にとっても良くないと思うねん、俺っていう話を延々して、やっぱそこで新しく若い子が入ってきて、なんか、こう、レベルが上がる方が俺も嬉しいし、みたいな話をしてて、なんとなくなんか、って言いながらな。わかるかいな。親そんなもんわからへんで。この子なんか、なんも、中でおかしなことがあっても、もう、私にはそんな言うてんねん、みたいな思ってるけど、そんなことないの全然わかるから、ね。そうですね。でもそのタイミングで、たまたまなんですけど、レコード会社の方から、僕が卒業するということで、ソロのアルバム、出せばいいじゃないって言われて、出したんですよ。出てますよ。その散々親と喋ってたんで、もう、タイトルを、息子がお世話になりましたっていうタイトルにして、ジャケ写、両親と一緒に撮りました。浅草のマルベル堂のブロマイドの屋さんで。それおもろいな、それ。それだからお父さんお母さん本物でギャル。お父さんお母さん本物、はい、本物。ええってなんですか。ちょっと待って。もしもし。うちの親父に用似てる。え、マジ？ほんまですか？そんなこと言われても。いや、マジでマジで。お母さん綺麗な人やな。うん、親父に用似てるわ。はい、あ、そうそうなんです。で、それを作ったんです。で、まあ、発売されたんですけど、10月の5日に。ああああ発売したら、なんか急に親機嫌良くなったんですよね。うん、それ以降。親のためのさつき。ですよね。でも、ええタイトルやな。で、この辺うまいのよね、みんなやっぱり。いや、でも、ほんまに歌いいのよ。
でも松井五郎さんとかやってあるからな、これ。あ、そうですね。うん、みんな一流で、本当に大御所の方にやっていただいて。いや、それがだんだんそうなっていったんです。初めからそうなの。だんだんです。本当に。だからやっぱり、今でもやっぱりいいスタッフとやるために、こっちも頑張らなあかんっていう感じですよね、やっぱり。うん。だから珍しいっちゃ珍しいですよね。要するに、ムード歌謡コーラスグループってそんなにないじゃないですか。一番僕らが知ってる一番の新しい人って誰、はい、一番の新しい、だから、多分ハッピー&ブルーとか、あー、アローナイツさんとかだと、アローナイツやろな、僕ら挨拶行ったんですね、うん、で、まあ、その戦隊やけどこういうことをチャレンジさせてもらうにあたって、うん、中野サンプラザで、うん、ムード歌謡の集いっていうところで全部のグループが集まってたんですよ、うん、でマヒナスターズも、はい、鶴岡さんのところもみんないて、はい、で各駅を訪ねて、でこう一番最後にもう個室なんですけどちっちゃい部屋に、うん、アローナイツさんとハッピー&ブルーさんのリードボーカルお二人が同じ部屋で、あ、純烈やろっつって、知ってる知ってるって、頑張ってくれよっつって、30年間後輩が出てこなかったから、俺ら一番ペーペーやねんって言って、二人を、めっちゃ仲良かったですよ。それめっちゃ良かった。はい。アローナイツは一番下っ端なんですね。はい。で、一番下って言っても、もう本当みんなもう、そうですよね。でしたからね。俺、鶴岡さんの奥さんもよう知ってて。あ、そうですか。まあ、番組も一緒やってて、ええ人やな、の鶴岡さんって。ええ人です、もう寡黙で。はい。神さんみたいですよ。そうです、そうです、そうです。だから、鶴岡さんとかが、君たちなんか、そのムーの会を舐めてんのか、急にやれると思うなよって、怒られたらもうやめるしかないよなって思ってたんですけど、後輩出てきたっていうことと、ムード歌謡を歌うの嫌じゃないのって聞かれて、いや、嫌なわけないじゃないですか。もうほんまに頑張らせていただきます。いや、頑張れ頑張れ、応援するよってなったから、もう良かったっていうか。いや、あの人らもさ、喜んだはるで。はい。で、いや、それ歌えるもんなんやね、そのリードボーカルの人。よう、練習しはった。例えば、もう分業したんですよ。で、メンバー6人いたんで、白川は、一番、ロスプリモスに合うやろなってことで、ラブユー東京を勉強してくれた。ロスプリモスを勉強してくれた。で、小田井さんは、割と、こう、直球勝負な歌が歌えない。どっちかというと、音痴系なんですよ。で、ドカベンで言うと、岩木さんで、真ん中のど真ん中は空振るのに、変な球ホームランにするっていう、不思議なキャラクターで、で、これまたちょっと語弊があるんですけど、めっちゃ、前川清さんの歌い方って独特で難しいじゃないですか。だけど、小田井さんにクールファイブを授けると、小田井流にしながらなんか消化するんですよ。はい。で、クールファイブ担当でって、だからそして神戸とか噂の女とかそういうのを全部小田井さんが歌ってきてっていうのをずっと健康センターで、お前は鶴岡さん歌ってくれって。で、俺はアローナイツとか、空いてるそのところを、例えば高人さんのやっぱ好きやねんとか、そっち系を歌うわって言ってみんなでこう分けて、こう次から次へとこう、ヒットナンバーっていうか、だから僕らは、人のふんどしで歌ってきたグループっていうか、いやいや、本当にカバー曲喜んでいただけるんで。だってそれでやっぱり盛り上げていくっていうことが、すごいことですよね。これだからもう今はほとんどコンサートとかライブも純烈のオリジナル曲でやってるんですけど、当時ってデビューした時、一曲しかないんですよ。一曲とカップリングの曲含めて、涙の銀座線っていう、それがデビュー曲だったんで、二曲しかなかったんで、だからライブコンサートやるってのはやっぱほとんどカバー曲だったんで、それで先輩方の歌をもたくさん歌わせていただきましたよね。でも喜ばれないと歌えないもんね。そんな、その人らに対して失礼やし、そうですね、出かけないことしたらあれやし、はいはい、でも ここのプロポーズなんてめっちゃええ歌やんか。 ありがとうございます。もうあれもなかなかいい。三浦康平さんっていうもう作曲家の先生、あの人多いよね。三浦康平さん多いよね、はいはい、あのタイミングで、うん、要は紅白まで行くぞって来て、いよいよっていうタイミングで三浦さんと出会って、三浦さんに僕発注したのはもう何も発注は一つで、紅白曲書いてくれって言ったんですよ。そしたら、わかった。真剣に行くぞ。つって、もう本当にみゆきさんがもう最高の萩田さんという、もう、アレンジャー、堤恭平さんとずっとやられてる。すごいアレンジャー。もうスーパー、もうミュージシャンもみんな集まっていただいて、生まれた曲がプロポーズで。ええ、歌やもん。もうイントロ出た時に、これレコーディングスタジオで俺らマジいけるわ、これ。っていう、売りまくるぞって言って、もうキャンペーンやりまくるぞって言って、もうそういう一年でした。そうですね。僕、この曲は、だから、作った時に、まあ、まだ、このプロポーズという曲ができてない時に、うん、実はもうリリコと交際してたんですよ。で、新曲決まりました。タイトルなんですか？プロポーズって言われた時、メンバーにもまだ結婚すること言ってないから、マジでプロポーズっていう曲歌うの？と思って。
繋がっていくやな。そうなんです。知らなかったんでしょ。知らなかったです。だから結局出した時に、で僕も結婚を発表した時にファンの人がこの曲僕のために作った曲やって勘違いしはって、うん、まあ、それはそうなりますよね、タイミング一緒やったから、うん、だから逆に僕がめちゃくちゃ思い入れあるんですまあよかったやん。でまたええ歌やしね、はい、俺これずっと聴いてた時に、今日ずっと聴いてたらうちの奥さんがそういう時ってええ歌やなぁ言うて入ってきた。純烈って知らないから、これ純烈って、はいはいはい、純烈っていい歌歌うねって言ったもん。だからやっぱ歌の力やって。そうですね、歌の力ですね。ありがたい。今日は歌謡コーラスグループ純烈酒井和義さんと小田井良平さんがスタジオにお越しです。いやそうやけど、その紅白出たしっていうことの瞬間って、そういうムード歌謡の人らも喜んだよな。あ、おめでとうでしたね。そうですね、はい、ただ僕らの場合はその紅白出てやったー、これで来年の時にスキャンダルがあったんでありましたね、まあ、そういうこともあるだろうと。そういうこともある。俺がもう今大阪で焼肉屋頑張ってますけどね。焼肉やってやんね。はい、だからもう2年半ずっと会わずお互い頑張ろうっていうことで、まあやったんですけど。頑張ってんねん。はい、頑張ってますね。はい、もうだから今はもう打ち上げでも、うん、あいつの店使ったりしてますけど。偉いな、それは。はい、そう、だからあの、コンサートやった時とかも、うん、まああの、会場でこう、物販できる会場とかで、焼肉弁当を作ってきてもらって、彼が打ったりとかして、まあ知ってるファンの方がいるのでね。やっぱり先輩たちが、あの時も、ダウンタウンさんやったりもそうですけど、みんながあの、スキャンダルの純烈をいじり倒してくれて、結局もう、謝罪会見やって、その時、まあ2年連続なんてことは全く考えてなかったですけど、結局連続出場が続いてるんで。そうですよね。そうですよね。4年続けて出てるんですもんね。はい。いや、もう大した、もう本当大したもんよね。はい。だからもう、これ本当ね、あの2年目であの、ユニバーサルクビになった時以来のパート2の青天の霹靂がその時に。えらい違いますけどね。ええー、って思いましたから、あの時一瞬はね。素は全く違いますけどね。ね、最初、だから、奥さんは紅白出た時、あんた夢見たほんまやねんな、とかなった。そうですね、なんか。いや、もう、でもお金はちゃんと入れたってるやろ、奥さんに。はい。でも、やっぱりビビたるもんで。あの、結局、結成した時は子供2人やったんですね。で、2人目がまだ0歳やったんですけど、そこから結局仕事がない純烈、リーダーは24時間体制で電話を待つっていうことで、家にはいるんですよ。でも仕事がないんで、結果的にこう、奥さんに手を出して子供がどんどん増えていくっていう。今4人。だからメンバーはこいつ全然働いてんのに子供よう作るなっていうことやったり、あとはこう奥さんもお金がないのでお母さんにスーパーとか行ってもらってるのにお腹が大きなってきたりっていうことで、だからほんまにあのもうやめろ、もうえらい危機やった。じゃあええことやんか、めっちゃええことやんけども、すごいことなんですけど、聞いたそれ聞いた、いやいや聞いたも何もなんかまた増えるとかって話聞くわけじゃないですか。まあ増えるということはそういうことじゃないですか。だからなんかその冒頭のあれもそうなんですけど、いやもうどう絶対俺は紅白出るから、うん、そういうことになっても大丈夫やねんっていうことを家族とかメンバーにも言うんですけど、何言うてんのっていう感じ。いやいやもうほんまにでもちょっと詐欺師みたいになってます。いやだって僕なんかは冷静に、うん、子供このタイミングで増やすってことはもうここは諦めて子供に託そうとしてんのかなってちょっと思いましたもんね。なんでやねん。そういうグループちゃうからコーラスさせへん。最初からその要するにその歌える場所っていうのはね、はい、探していろいろ行ったわけですか。そのこれがもう本当に僕がやってきたのは紅白に出たいんですけど、どっちの道を行けばよろしいんでしょうかっていうのを一人一人に聞いてきただけで、どっか歌う場所欲しいんですけど僕心当たりが全くなくて知り合いませんかって言って、ゆで行ったで普通の歯医者さんが、うん、あキャバレーハリウッドってのが、知り合いおるから、じゃあちょっと連絡してみようって言って、キャバレーハリウッドで歌えるようになって、で、そこにでも歌えるようになったよ、だって、そこで歌うのはもうほんまプロやからね。そうですね。練習も上げていかないと、はい、その歯医者さんにも悪いやんか。はい、そうなんです。まあ、間違いないねんから。はい、
だからそれはもうどっかで稽古してこれやったらいけるというので行ってるわけ。もうリハーサルは自分らなりに一生懸命やるしなんですけど、うん、でももう今の自分らから見たらもう絶対出れるわけないんですけどやっぱりあの人柄のいい人に聞いてるんでやっぱりこうその人たちのこう信頼関係で僕らもチャンスをいただけたっていうのがずっと。その人らは最初はあかんやん、もうこんな人らあかんでってなってたのに、どんどんこうある時から純烈一級でみたいになってくるのちゃうの。そうですね、そうですね、そうですね。でもなんかそれぞれの人がまあ諦めた方がええと思うけど、なんかおもろいから一応チャンスだけで見守ってたら、その場はなんか盛り上げよるぞこいつっていうので、うんうん、またそこの紹介者が喋りうまいわな、またこう登っていくっていういやほとんど喋ってるんですよ。本当キャバレーはそれに助けられたにつきますよね。本当そうだと思います。関西出身のええわな、地位持ってるの、すぐどん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 上がってったんですか、人の数はって。あ、全然わかんないです。全然もう全くわかんないですよ。どうなってそんなになったの、それ知りたいわ。そうそう、やっぱりすごい数になってるっていうのは、やっぱりだから健康センターで、まあテレビはさ、はい、ご飯食べながらなんか歌っとんなっていうおじいちゃんおばあちゃん相手に、うん、まあ15、6人、うん、で、お客さんも15、6人、うん、でほんまは300人ぐらい入るからガラガラっていうところから始まったんですけど、また呼んでくれよ、また呼んでくれよって言いながら、こう3ヶ月に一遍呼んでもらってるのが3年ぐらい続いて、でだんだん満帆になってきたんですよ、そこが。そうで、こう、ガラスがもう曇るようになってきて、でもそこはもうぐつ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 煮えてるんですけど、一歩外出ると、シーンとした感じで、だからそこに、やっぱりこう、誰かが嗅ぎつけて、こう、深夜番組の人たちが、なんか健康センターですごいのがおるらしいっていう特集を組んでいただいたところから、もう一気に、湧いてたお湯がバーッとこう全国に散っていったっていう。すごいですね。だからももクロもそうやもんね。あ、だからももクロさんとパフュームさんはめっちゃ僕ら追っかけましたね。いや、だからそれがもうちょっと涙出るぐらい人集まって、はあ、でまあ外はね、外は外っていうのはよっぽどよ、はい、もうそうですね、外ってよっぽどよ、ほんまに。そうですね、なんかタイミングもなんか多分僕らにとって後々ですけど、すごい良かったんやろなと思うのが、うん、ちょうど僕らがそのワイドショーとかそういう、なんか、ちょっとこうテレビに露出し始めたタイミングで、世の中が、なんかその、健康センターブームみたいなのがちょっと何年か前から、あったじゃないですか。あれの波が来たのが、結果的にめちゃくちゃ運が良かったんですよ。で、その時に、その特集された場所が、僕らがの、例えば歌ってる場所やったりすると、そこになんかマダムが、列をなして並んでって、その先には一体何がみたいな特集の仕方が結構多かったんで。ほんま風呂入りに来ただけやろな。風呂が好きやが来てはんのに、純烈がおるから来てんねんみたいな。でもほんまで、ほんまにそうなってきたよ。本当にそうなんです。でもね、本当に師匠の言った通りで、僕らがすごくお世話になってた場所って、常連の方々がやっぱたくさんいるんですよ。で、普段からステージはやってるんですね。うん、で、その常連の方々に気に入られたことがやっぱ大きかったんやと思いますね。もう、半分住んでんのちゃうかなっていう人たちいるんですよ。やめろ。いや、本当に。でも、その中に、もう名前言えないんですけど、もう、超ビッグアイドルの女性の、もう昭和の、もう天下取ったぐらいの方のお母さんがいたんね。いて、で、その方が、この曲は、絶対ずっと歌い続けた方がいいよって言わはったで、店長を通して言ってきて、店長がお客さんからそういうことを言ってて、常連の方でって言って、そのおばちゃんめっちゃ俺もそう思ってんねんって言って、挨拶させてくれって言って、いや実はその方の娘さんがそういう方なんで、ちょっと内緒なんですって言ってたんですけど、2年ぐらい経ってから普通にゲーセンのコーナーでゲームやりちぎってるおばちゃんがいて、あの人ですって教えてくれて、でそっからもういつもこう会釈だけはするようにして、でもその人はその曲がかかるとちゃんとトイレ行かんと、その曲はちゃんと聴くっていうのが、先生なんていう曲、一人じゃないからっていう曲があって、その東日本大震災の時に、もうムード歌謡ええわと、とにかくみんなのために元気になれるような曲をって言って、セカンドシングルのカップリングなんですけど、まあライブのエンディングでやるような曲で、でその曲はもうラブユー東京とか散々盛り上がる曲歌っても、その方だけはこの曲がこそが純烈なんだ。
今日は話題満載の人気ムード歌謡コーラスグループ純烈酒井和義さんと小田井良平さんが、ゲストです。いや君がそばにいるからとか、これ好きなんよ、はい、うん、はい、なかなかええ歌なんですよこれね、うん、これ好きなんよ、ええ曲やんな、うん、うん、だから嬢さんあんねん、ボーコーズもそうやん、ほんま師匠手書きですごいよね、僕曲書いて、これうまいことしてんねん、純烈のハッピーバースデーね、はい、これも喜ぶやろ、はい、そうですね、来てた人にそのまずやったら、はい、まさにその通りだ、めっちゃ、はい、うまいことしとんな、お前な、聞いてたよ、これ。これもう全部、三浦康平さんですわ。そうなんだ、はい。だから、三浦康平さんもそういうふうに言って、今、おばちゃんが白川に言われたい、純烈に言われたいことをやんねんって言って、コロナやから、コロナやけど、いくつぐらいの人やん、その人。もう70超えた僕らの、もうお父さん世代です。俺ぐらいやな、はい。だから、自分の同級生たちが一番喜んでくれるであろう、わかんねえ。ことをやっぱ考えて。そう、だから季節感ないじゃないですか。365日、毎日誰かの誕生日なので。そうですね。そうなんですよ。うまいことしとんな。うまいことしたら喜ぶで。うまいことしとんな。そうなんですよ。うん。売れるだけの理由があるよね。うん。おほら、詐欺じゃなかった。詐欺じゃなかった。結果的にな。何が。声かけた時は完全に詐欺やね。あの、先の、ね、いや、詐欺、いや、非常に失礼やけども、そこからスタートしないと集まらへんよ。そうですね。誰かが、おおほらっていうか、ほんまやと信じないと。うん、はい、そんなん集まれへんやん。そうです。だから僕はもうメンバーなだめるの大変でしたからね、最初の頃。あ、そう。もうみんな辞めたがるんですよ。僕も辞めたかったんですけど、周りが、結局リーダーで発起人やから言えないんですよ、こっちに。その愚痴とか悩みを。で、俺が一番年上だったんで、僕に相談してくるんですよね。で、小田さんどう思いますか、今のこの状況みたいな話で、まあまあ、こうで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 説明して。で、俺もほんま同じこと考えてるんですよ。いや、俺もこの話おかしいと思うねんって言うとこから入って。すごいな、それ。だけど、結局、不思議なもんで、やめたいとか、もうマイナスのことばっかり言われると、こっちも気がめいるから、プラスのことで返すんですよね。そうするうちに、結局、いやいや、今すぐやめん方がええよ。もうちょっと我慢したらええことあるかもしれへんって言うてるうちに自分がやめれなくなるんですよ。え、いつやめんの？あ、もう今年いっぱいです。だから万が一、まあありがたいことに紅白歌合戦もし出場叶えば、紅白のステージでマイクを置くのかなんかわかんないです。かっこいいですね。だからもう紅白終わったら、そのまま、蒲田の銭湯のステージで歌う。まだやってるんですか？やってます、やってます。そこは。紅白終わってからやるんですよ。だから、紅白までは NHK からもし、選んでいただいて、本番終わったら、4人で出てくるんですけど、そこで小田井さんと握手して、ありがとうって言って、行くぞって言って、新メンバー車に乗せて、そこのステージはもう1月1日になってるので、新メンバースタートなんですよ。もう決まってるわけですね。もう決まってる。そうです、そうです。でその4回出た時も必ずやってるわけですか、紅白は。あの、コロナじゃなければ。ああ。コロナ前まではもう全部やってました。いや、でももうカウントダウンやんか、もう。もうそうですよね。カウントダウンやんか。はい。で、リリコはどない言ってんの？いや、リリコはもうそもそもこの話した時、まあ僕らも夫婦の間では、結構前から、もう何年も前から、だいたいこれぐらいのめどでって考えてるっていう話はしてたので、で、まあ、まあ、僕のパパって言うんで、パパの人生はパパの人生だから、自分がいいと思ったのはそれでいいと思うよっていう話をしてて、ただまあ辞めてからは頑張ってねって出ないとって、はい、言われましたんで純烈の保証としては小田井さんが売れなくなって戻ってきたらもうすんなり戻れるっていういつでも戻ってこいっていうか、むしろ戻ってきてほしいんですよ。いや本当だから戻る環境だけは残しといてほしい、ね、あかんかったあかんかったつって拍手しながら戻ってこいっつって純烈それがいいよね、まああやって焼肉屋にも行ったりしな、そうですね、それいいやんか、ほんまにな、はい。今日は歌謡コーラスグループ純烈酒井和義さんと小田井良平さんがスタジオにお越しです。この線があったんやな、これ。でもね、よーく冷静になって考えてみたら。あったんだ、作ったんやな。戦隊ヒーローですよ。はい。戦隊ヒーローが今や、ね、人気ムード歌謡コーラスグループですよ。このこういう結びつきっていうのはすごいですよね。夢やんか、夢やんか。いやだからやっぱりこう、僕、前川清志やんか。そうです、前川清志さんがあそこでなんで夢に出てきたの？言うたの、前川。もちろん言いました。そしたら、お会いできたんです、2014年に。僕は君、何言ってんの、これ。そうですよ。はい、そんな。分かった、分かった、分かったよって。いや、お邪魔しましたって言ってくれました。
おもろい人やからおもろい人ですね映画にも出てますよね前川さん。そうですね、前川さん命の恩人で、そのメンバースキャンダルの時も年明けて、前川さんの明治座の50周年で、もう今年55周年になられるんですけど、その時にも前川さんが、あの僕ら5人で出る約束がスキャンダルでメンバー減って4人でちょっと出るわけにはいかないんで、あの辞退させてくださいっつって謝りに行ったら、いや違う、何言ってんのって、世の中の人ってめっちゃ不幸好きだから、君らの記者会見とか散々見てるから、むしろ君らが出てくれたら、切符が売れるから、出てくれって言われて。いや、そんなバカなと思いながら。あの人そんなバカなんやねん。はい。でも本当にその温かさに甘えて出させていただいて。ふざけてんだよ、あの人。そしたらほんまに満帆で。はあ、で、僕ら一人一人わざと登場するようになって、一人、二人、三人、四人つって。そしたらのれん分けて出てくるんですけど、そしたらのれんの奥見て、あれ一人足んないねみたいなところでまたお客さんドーンみたいな感じで、だから片手ぐらいあの仕事なくなったですけど、それで済んで、でも全国の地方周りも全部あの前川さんのあそこの記者会見も全部ワイドショーの生中継とか、僕らのをこう見たいがためにこうなってるっていうところでも、あの前川さんがこうギャグ飛ばしていただいて、こううまい流れを作ってくださったんですよね。だからもうだから温泉の神で、あの純烈寺屋っていうやつにも神様役で出てきていただいてるんですけど、だからやっぱりもう本当に純烈の神様で、あのね、追い焚き御免の中のだって前川さんの曲が入ってますもんね、このいや入ってサウンドトラックだから、そう、さっきも言う、はい、俺言ったけど、前川さんとそれから八代さんが入ってるのよ、はい、ええ曲やな、これ。だって、女港町と船歌ですよ。はい。あの。でもって、花の時、愛の時、これがこの人出てけえかった、あの、八代さんも夢に。あ、八代さんは夢に出てこなかったです。映画で、今回の映画で、あの、八代さんが、こう、僕らが乗っている、あ、まあ、あの、純烈寺屋っていうのが、あの、スーパー銭湯とか健康センターの平和を守るヒーローで、僕らヒーローに変身するんですけど、まあ、今回の敵が、あの、全国のお風呂と温泉を凍らせる悪い奴らが出てくるっていう話で、で、まあ、ロボットが出てきて、で、相手もロボット出てくるんですけど、結局、僕らのロボットが凍らされて、身動き取れなくなったら、なぜか、妖精の八代亜紀さんが、あの、船歌を歌いながら巨大化して、その氷を溶かしていただけるっていう、そういう特別出演みたいな、まあ何言ってるか分からないですけど、まあ、そういう話なんです。で、それ、いや、言うてる方にそれ言い出したら、俺ら船乗ってる。そうですよね。何言ってるか分からないんですけど、すいません、言うな、それ。すいません、もう本当に。途中でな、秋山君何言ってるの。俺はちゃんと聞いてんねん。ありがとうございます。僕も話聞きながら何言ってるか分からないと思いましたけど。あれですよね、だってダチョウクラブさんともこの、そうやね、前に一度この番組にもダチョウクラブさん、聞きました、オンエア聞きました、これも結局、あの僕ら、あのと、そのスキャンダルで前川さん助けていただいて、うん、いろんなタレントさんにいじって助けてもらった時に、うん、絶対俺ら助けない、誰か助けられるグループになろうと、うん、絶対もっと売れなあかんっていう話で、うん、こうメンバーにも会社にも行ってた時に、まあ、今回その肥後さんが突然その竜兵さん亡くなった時のコメントで純烈のオーディションを受けますって言われて、で僕ももう大阪のイベントかなんかでベッド寝転がりながら携帯ニュース見るじゃないですか、もう飛び起きて、なんでここで純烈とか言うのと思って、お会いしたこともないし、うん、もう必死で、あの、もう合格ですからねっていうのを送って、で、肥後さんが、その編集部に、あの、雑誌の編集部に、ちょっと酒井くん、あの時いいリアクションをツイッター上でしてくれたから、対談をしたいんですけどっていうことをおっしゃられて、僕も、あの、その連絡来て、なんであんなこと言ったのか、直接聞けるわと思って、あの、全然お会いしますって言って、対談になって、なんていうのかな、こう、その、例えば会社でも兄弟でも家族でも誰かが亡くなったりした時に、なんか一緒にご飯食べてあげたり一緒にいてあげたりとか、こう歌でも歌おうかとかお酒飲もうかとかって、そういう人間関係ってあるじゃないですか。だからそれを僕もこうダチョウさん先輩やけど、そういうふうに冗談で言っていただいたことなんですけど、対談に行くにあたって、もし肥後さんとジモンさんがまたお笑いどん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 やるぞ頑張るぞっていうファイティングポーズ取られてたら、あの、
こう純烈入りませんかと、嘘から出た誠じゃないけど誘うと思うんやけど、行きやったよねあれ、どうって言ったらみんなスタッフもメンバーもそれいいねって言って、ただお二人やっぱりしんどそうやったら、あの対談だけして帰ってくるわって言って出かけたんですけど、そしたらもう二人ともやる気っていう感じで誘いも乗っていただいて OK でっていう感じで、それはどない思ってんの。いや、あの僕らはもう単純に、自分がもう最初に4月の段階で卒業一回発表してるから、で、その卒業のこともあっての、この、まあ、上島さんのことを受けて、ダチョウのお二人が入るっていう話を聞いたときに、いやもうこれは僕は助けるとかそういうとかそういう感じではなくて、単純にもう、お祭りいいコラボやもんね。そうですね。その時のね、はい、やっぱ人がね、そうなってしまうってね、まあ言うたら、悲しい話やけど、はい、それをパーンと飛ばしてくれたら、そうですね。リュウちゃんも喜んでるもんよ、すっごく。もうだからその感覚でもう本当にその、やれたら、もう単純に楽しかったらそれでいいんじゃないかなっていう、もうそれしかなかったですよね。いやでもうまいこと、この世界ってね、ちゃんとその、ムード歌謡の人たちもそうやけども、やっぱりお笑いもそうやし、こうやって全部繋がってるって、いいよね。いや本当に、もう、だからやっぱり自分がそういう時期があって、ね、助けてもらったっていうのが、やっぱりあって、あ、芸能界ってやっぱり俺はやっぱりここに就職してよかったんです、ね、いやいや本当そう、はい、絶対そう。奥さんは幸せにしたのかいね今。私のですか、幸せやと思うんですけどね。いやいやいや、今日給料日なんで全部給料渡してきたんですけどね。当たり前、大丈夫やと思いますいやいや、給料渡したって言うんですけど、競馬が大好きなんで、あかんで、ちょいちょい競馬代でだけ抜いてるっていうのは知ってる。それは言うなお前あんだけの世話なってんねんからやな。ああ、まあまあまあ言うたら競馬も楽しみやろからやけど。でも競馬がきっかけで、競馬が好きすぎて僕東京の府中市で競馬場あるからってとこで、府中市の女性と結婚して、府中市で4人子供作って、その府中の競馬場の内馬場で子供たち遊ばせて育てたっていうような感じで、で、馬主なるのが夢で、骨折した時に全部もう芸能界も馬主の夢も全部あかんわっていう時に、僕芸能人で馬主になってる人ずっと調べ上げてたんですよ。で、その中の一人が、やっぱり前川さんで。僕、前川さん。おかしい。前川さん。結局そうなんですよ。で、結局そうなんです。前川さんも、僕が競馬好きなのっていうのがもうはっきり分かって、前川さんも馬主じゃないですか。うん、で、酒井くんも紅白何回も出てるし、地方競馬の馬主やったらなれるはずやから、うん、地方競馬の馬主になってくれと。で、馬を、一頭を二人でお金をシェアして持とうじゃないかって言って、今、一緒にシェアして持って、で、この間、デビューして3着で、っていう、もう前川さん。デビューして3着やった?3着やったんですよ。ええ、まあ、こうだよな。ちょっと、まあまあ、ええ感じらしく、頑張ってくれてっていう、そうなんですよ。だからもう、もう前川さんすぎて、もう夢からなんか、もうほんまの夢も含めて叶えていただいて。前川さんなんだ。前川さんなんです。純烈の元は前川さん。前川さん。前川さんなんです。ふざけたおっさんやな、ほんまふざけた。もうなんか山奥のおばあちゃんと喋るのすっきゃもあの人。いやだから僕、ね、でも、鶴瓶さんも、普通に素人の方と連絡先交換してるってマジですかあれは。いや、交換してるんで、そんな、悪い誰しもちょっと交換しまえばそんなはないよ。はい。理由があってです。はいはい、はい。理由があって。まあ、そりゃそうですよね。いや、俺だから、もう、鶴瓶師匠になりたいんです。なんで?やっぱり、おばちゃんの中に行っても、こう、うわー、鶴瓶さんやーって、わーってなるのがもう見えるじゃないですか。うん、それが純烈でなって、メンバーもそうやし、小田井さんも独り立ちしても、小田井さんがポンと街出たら、もう、小田井さんもうみんなが、わー、小田井さんや、ヒゲや、ヒゲや、っていう感じでね。だから、あれを受け入れる、その師匠みたいな先輩がいるから、こう純烈も、あ、この方向へ。ムカッとするときあんだよ。全然関係ないおっさんが。鶴瓶ちゃん、LINEしてないの?捨てるかなんでお前に。それはありますよね。絶対ありますよね。LINE、全くしないですよ。いや、だって僕でもありますもん。あんの?だって俺、リリコと結婚してから、やっぱりリリコのワードだけ覚えるじゃないですか。おい、あれやろ、リリコの旦那やろ、旦那やろ、そうですよ。今度な、リリコとちょっと一回だけええかな、とか言われるんですよ。なんなん?
の話や。ひどい話だな、ひどい話。だって、本当ですよね。こんなもん。むちゃくちゃやん。むちゃくちゃやん。どこまで許すね。今日は、純烈のお二人をね、迎えして。来たはんない来たはんない来たはんない来てるじゃないですか。目の前1時間目だから俺の他のメンバーはどんな人たちなの？どうおもろいやろそいつらも。他だからまああれですよね、一番下の後上がまあ言ってみればデビューが純烈、唯一芸能界を知らずにデビューしたんです、純烈で。だから俺から見るともう酒井さんが英才教育を施した一人ですね。完全調教です。でもめっちゃギャル王でもう日焼けサロン行ってガングロでとんがった靴履いてもうホストみたいな人やったんやけど、それおばちゃん気に入らへんから変わったキャラ変えようっつって、もう日焼けサロン行くなって言って、ただそいつがすごいのは車に轢かれても死ななかったんですよ。だから純烈に入れた。それがすごい。すごいでしょ。だって俺最初すごいな、4人はその白川で、スキャンダルでやめたともいで、ここの2人は何べも言うな、もともと焼肉やったんだから嫌なんでスキャンダルでやめたやろ。いらない。スキャンダルに関しては焼きすぎて焦げたんですけど、すないこと言うてへんわ。で4人はそもそもまあ知ってたからよかったですけど、残りの2人っていうのはまあまあいろいろこう事務所とリーダーとでやり取りして決まった2人なんで、僕ら全く面識がなかったんですよ。で、この度4人組から今度6人組になりますって2人が追加で来て、初めて面通しした時にもさっき言ったみたいに容姿が全然もうチャラいんですよ、見るからに。でおばちゃん一番嫌いなタイプな、一番嫌いなタイプ、これは一緒にやれんのかなって本当に思いましたよ。今はもう全然その面影緑色の服ないんですけど、でその時東京理科大学行ってて、もう国立の小学校行ってもう一人っ子でおじいちゃんお医者さんみたいなんで、もうえらい教育受けてるんですけど、彼女に浮気されて、浮気相手調べ上げたらギャル王やったんですよ。で俺もギャル王になったるっていうことでギャル王になってしまった子と出会ってしまって、で その出会ってしまったのも会社の社長とか部長さんたちに運のええ人連れてきてくれと、僕らは仮面ライダーまではなれたけど、うん、やっぱりこう全国区っていうところまでの、うん、やっぱり芸能界一番大事なのは努力当たり前で、うん、そのなんか掴む運やねんと、だから運のええやつ素人でええから連れてきてほしいって言ったら、僕の知り合いの後輩なんだけど車で70キロくらいでバーン跳ねられて、70キロで跳ねられた、はい、車すごいですよね、バリバリやのに、そいつかすり傷で3日間ですぐ退院しましたっていう、そいつ連れてこいって言ったらギャルをやったんです。ほんで小田井さんと白川がお前のようなギャル男とグループ組みたないって言うてんねんと、だからもう腹くくって二足のわらじあかんからもう学校やめてこいと、そしたらもう学校もやめ、日焼けサロンもやめ、もう純烈頑張りますって言ってきて、小田井さんもうそこまで言うんやから納得してくれっつって、そっから始まって、ええやつやろ最初。そうですね、はい、だから単純にもうその当時ね、車70キロ車引かれてもう死ななかった運のええやつや言うて紹介されて、わあそれはさすがにすごいなミラクルやって言ってたんですけど、今もう十何年経って今冷静に考えると事故に遭ってる段階で運悪いと思うんですよね。まあね。ほんまや、ほんまや、なんでそんなに言えへんねん、もしかしたら入れへんかった、70キロの車に小田井さんの後に岩永弘明さんという、はいはい、ね、この人の運営の会な、そうですね、運はどうなんでしょうかね。で純烈の皆さんはですね、10月の27日の木曜日に、はい、日本クラブの60周年記念、はい、令和歌の祭典2022という、はい、これ東京の中野サンプラザホールで、はい、で11月の1日の火曜日、純烈コンサート2022審議対タイの巻、はい、横浜神奈川県民ホール大ホールでやる、タイでやるのかな。いや、やりたいです、タイでやりたいです、審議タイ、いや審と議はどこでやったんですかそれ。中国審のね、大文化というふうにあるということで、あとはもう紅白歌合戦に、あじゃあの、これ楽しみやな、出ていただいてですね、うん、いやそれであとその蒲田のね、そこへ行くねんだ、はい、蒲田なんていうとこやったっ、蒲田温泉、蒲田温泉もう本当に普通の銭湯の2階で歌います、はい、あそこにはちゃんとお正月で来てるわけですね、元旦の日、そうですそうです、うん、
これでも多分本当に僕ら普通の銭湯で歌うのは初めてじゃない、うん、あの そこちょっと大きい銭湯で、あのステージがちゃんとスーパー銭湯やなく、なく銭湯の上ですわ。ああ、そうなんです、はい、そうなんです。多分初めてだと思います、うん、やったことないよね。ないと思う、歌えへんやんか、もうそこは行かへんやろ。行かない。そうですね、もう客席いたろうかなと思います。行ってたついてくる。行ってた、めっちゃおもろい。今日はですね、純烈の、中からですね、酒井和義さんと小田井さんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。